悲しかった。このメンツで取りに行くことがありえないか分かってたけど、この話だったなーって話の、本当軽い気持ちいいことだったので。で、まあ、ちゃんとトレーニングするトレーニング、はい、という、トレーニングするトレーニングっていうか、なんかこう、トレーニングを行う上でのポイントみたいなものは多分あるから、それだけは、まあ、6月のペロレビューもちょっと残してるから、あ、そうなんですか。その時に、ちょっとみんなにトレーニングを、使ってもらいたいっていう話をしようと思ってたんですよ。というわけで、シフトの中でも仕事これやってあれやってっていうことは全然シフトが全然入ってない時とかにごめんこれこれこれをお願いしたいこれをお願いしたいってちょっと変なやつはなっちゃいますからもちろん、ただ例えば借り物行ってとか言われても全然合わなくてシフト行くっていうのを見て完全にそれを変えたら全然気にしなくてごめん前とは仲良くしたいからこそこうやって。いやいや全然本当に僕もマジでふざけんなこらって思って。でも僕
協力しますぐらいのこと言えないんだから、これはって思ってくる。昨日は、それともなんかちょっと、部活のこと言うなみたいな思って。本当もう俺もね、もう悪いくらもね。いい、分かりましたから。いや、もう本当気にしないから。いや、むしろもう、ちょっと本当に申し訳ないから。こういう性格だな。こういうのパッと言って、パッと対処して。あ、その方がいい。そこをすぐに直していきたいタイプ。はい。もう、すいません。いい、なんで、すぐ謝るんですか。いや、それ何にも悪くないじゃないですか。いや、これが悪いです。やめてください。こっちの方が問題なんでしょ。でも本当、まなみちゃんをサクサク先に進めるために、本当に言い訳ください。休み最近のことじゃないんで。